そこ、どうして、このゼラッ、えっ、まあいい、そっちは任せる。はいはい。よし。よいしょっと。行くよ。よいしょっと。しびれる？どうにかできる。これで。これだっち。隙をつく。オッケー。ねえ。え？オッケー。仕上げだ。やれるだけやってみる。まずはこれ。交代頼める？あんなところで。なんとかしなきゃ。攻めるぞ、沈め、
これだね。クラウドもお祈りしてあげたら。俺はいい。報告に戻ろう。新製品はじいちゃんの魔法の話が止まんねえんだよ。気合いの入る演説を一発ぶつかました。アバランチの行いに対して、また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにして。ああ、ありがとう。女房の墓参りはもうやめにしようと。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後にそう思っていたところに、あんたたちがもう自力では無理、女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな。墓地の鍵だ、モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。 5000？ 金金金。ああ、わかった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。私たち頼りにされてる。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。何でもや。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけに。それもそうだな。そうだよ、私の報酬されて。また戦争が始まるかも。本当かな。その前に心配することがあるだろ。
フォリア先生との約束。私帰るね。ただその後がね、物騒な街になってしまった。知ってるよー。じゃん。知ってる。リーフハウスの子たち。あ、クラン！見回りの調子。いつもより街がざわついてる。ま、よく見てるね。感心感心。あ、勉強する約束。ハウスに帰らないと。これで全員だね。ハウスに戻ろう。おかげさまで子供たちが帰ってきました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルの門。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。ソルジャーさんなら倒せる。ああ、しかも簡単にな。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止な。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげる。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ。秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。ガマ王なんかに負けないよね。ソルジャーさん強いもん。ビッグスギーちゃんです。全部読むな。どこ行くの？今日は最悪だね。一番。
覚悟はいいか。行け。お疲れ様。俺の仕事。私の仕事もあるでしょ。行け。終わったな。あまり前に出るな。当然の結果だ。やるぞ。ない。行け。落ち着いていけ。私の出番。引きな。どう？この程度。やれることから。これだ。刻む。そっちは任せる。いいとこ見せなきゃ。よって。刻む。ここで仕掛ける。じゃあどうってことない。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった！さすがクラウド！これでみんな安心して遊べる！ありがとう！はい、お礼の宝物。絶対3ギル分はあると思うよ。
時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中に。はい。我慢王退治ありがとう。さすが先生、何でもそうありたいんですけど。夢のため、仲間のため、困っている人のため、あの子たちがつまずいたり転んだりしないようにそれはでもみんながここを出ていくその日まで応援してるよ。そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からも他人の私から感じてもらうにはそれくらいしないとって思っています。すごい先輩の見よう見まねです。ううん、ビッグ先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない。用事あるんだ。用事っていうか、ありがとうございました。なんだろうね先生。興味ないね。秘密基地を守ってくれてお礼に特別にあれに参加できるよ。もう一度秘密基地に行ってみてよ。